型染めを使わないで、うん、細かいハイライトをたくさん入れて、うん、白髪をなじませてます。わかんないじゃん。そう、言われれば、言われればっていう感じですよね。うん、で赤み消してあげてるんで、うん、ハイライトと白髪のそのなじみがいいかな。赤みって日本人は赤くなりやすい。赤くなりやすいです。もともと持ってるメラニンがすごい濃いので。いや、レイヤーを顔の周りに今回ちょっとレイヤーを入れて、うん、動きを出してみました、うん、そういうなんか骨格矯正とかによく使われる、なんていうのカットでも、なんだろう、骨格が気になるっていう骨格を矯正するようなのでよく使われます。巻きはちょっと軽く表面、本当に巻きは軽く先を巻くだけですね、うん、で今日やったのは裾のところは、はい、外にこう跳ねてて、はい、強いレイヤー入ってる前のところは内に入れてます。そうするとなんかこうランダムな感じ、うん、やりすぎない感じが出て、前髪をあえて巻いてない、そうですね、巻いてないです。軽くでも軽く風つけます、うん、軽くで目のギリギリだろうな、ギリギリのところだとすごいこう目力が増すというか、なんか前髪の切れてるラインというか、このラインに目があると、そうはそこに目を押し込みしますよね。なんで寒色系のカラーで、うん、そのカラコンとかをすごいグルーっぽいですかね、外国人っぽい雰囲気を出したい時とかすごい、あのなんかかっこよくなりますね。で、夏井さんのヘアスタイルアフロで、ちょっとアフロではない、一歩手前ぐらい、一歩手前ぐらい、はい、ありがとうございます。私は9番を使っています。コタアイケア。H&M に行きました。私ね、アジアサイズの ML が入らなくて、欧米サイズの方がフィットするので H&M はすごく助かってます。今日はストールを買いに来ました。今矯正歯科中なので、これから歯医者さんに行きます。ここは明治通りで、左手に見えるのが表参道です。矯正終わりました。というか歯茎をカットしたので麻酔が効いてて、まだこううまく口を動かせないです。で、痛いですね。やっぱり今からプレゼントを買いに行きます。大切な方へのプレゼントはすごく悩みますよね。同じもの持ってないかなとか、こういうのはあんまり好きじゃないかなとか、結構ね、こうリサーチが重要になってきますね。
旅行だと先生失礼します。ちまめができた。ちまめ。ねえ、さっき歯科矯正やったらここバシッて何かで挟まれた。これ。表参道に帰ってきました。なんかね、さっきまで雨降ってて地面が濡れてる。ここからインスタグラムを始めております。ふふふ、すいませんね、ちょっともう一回今度大丈夫かな。なんかこれからイベントに行くのに途中で切れたら嫌だなと思ってもう一回やりました。すいません、こんばんは。あ、よかった。こちらの水が今日は流れてる。こちらはね、人数少ないと思うので少人数制で今日はやります。今日はですね、今帰ってきたばっかなんですよ。で、竜頭の中、また外側だったかな、どこだろう、ディオールか。イベントやってて、ルナソルのイベントらしいんですよね。位置まで確認してなかったんですが、外側のどこかなので今行きます。ご飯食べましたか？私まだ食べてないっていうか、今歯科矯正終わってきたのでちょっとしばらく食べれないですね。あれ、表玄関になったな。ルナソルのイベントどこでやってるんだ。もうそろそろディオールのとこまで来ました。シューエムでしょ、多分特設ブースでやってると思うんですよね。どっちだ、あ、ここかも。ここルナソルのイベントですか。そうです。あ、しっかりだ。よいしょ。リップの新作ですよね。よいしょ。発売済み。かっこいい。ああ、塗っても OK なんですね。お好きなジャケット選んでいただくと、ジャケット音楽流れるんですけど、ジャケット合わせた色のご提案も。なるほど。結構ブラウンっぽい感じ、オレンジ。ありがとうございます。ここまでが新色、あ、ここまでが新色です。あ、ここからここです。あ、こっちの方かな。あ、結構肌なじみがいいんですよ。本当だ。元なのにシェアが、シェアで結構滑らかっていう、なんかおしゃれで。
いっぱい置いてあるわけじゃない。今ね、さっきも言ったけど歯科矯正してて、ここに血まめができちゃったの。前職のミラーがあるんですね。そうなんです。ただ2本と3本僕ないですね。